はいえ速の久保です今日は8月6日朝6時ですけども相場解説土曜日なんですけどもねやっていこうかと思いますというのが今週間週足を見ていただいてるんですがサンバガラスができるかなと思ったら3つ目は大きく下ヒゲを出してですね陽線に変わりましたですんでこっから下ヒゲも出してますんでこういうふうにね上昇に戻る可能性が非常に高くなってきたなっていうことなんですよねはいそれでですねこの形なんですけどもこの3つの赤い線 これに随分ね、やっぱりこう関わってるなと思ってるんでこの3つの線が引けたことは本当に良かったなと思いますね、うんまあ、何にしても転換予兆がここに出ていたんで、まあ、転換を一部したんですけどもそのまんま大きく下に下がることなくね当然ですけどもヘッドショルダーを出すこともなく上昇に向かいそうだよってことですあと気になる点といえばここが包み足になってますよね 積み足になっているから上にドーンと上がっていくのも分かりますでもここは積み足になってないんですようんこういった違いも見分けながらこれからの解釈にいろいろと付加していこうかと思います次はデイリーかな冷やしを見ていますとうんまあ感じれることってのはねやっぱ上昇に転じているこの4つ5つの陰線陽線ですかねそれまでの下落の勢いとは打って変わって 上昇の予兆を見せてるかなと特にこれってのはすごく大きな要線が出ましたよねまあ材料によるものだと思いますけどもその他にもこことここが符号するところとこことここの力点が重なったっていうところも大きかったんじゃないかなと思ってますプラスこの3つの赤い線ですよねこの線っていうのがやっぱり何がしかの暗示をしていたんでこの線のね下から上まで突き抜けるように材料で値上がりしたんじゃないかなと思います じゃあ次は1時間の方を見ていきましょうで材料がすごいですよね。今週の今週っていうかね来週からの展望としてこれやっぱりこういう風な上昇局面に入っていくんじゃないかろうかと思いますね。材料もだからそれに手伝ってるってことなんですよ。たままににね名刺のように言います材料が どーんと大きな流れを作ったら反対側に行くみたいなね。これもあながち間違いではないと思います。別の解説をさせていただきました。オリガルヒの皆様には Q&A、日々、抗議、抗議の中に入れてますけども、ああいった理屈も考えられなくはないんですよ。ただ今回は大きな要線が出た後、調整がものすごくね、ここで底固めをしてるようになってるんじゃないかなと思えるんですよね。これは、あの、これから、 見ていかなくちゃいけませんけどね、あの来週の動きを。で、最終的には、ここのフェーズで物事を語っていければいいかなっていうのが来週の明けです。えー、一下が134の544から上は135の556というね、何回も何回も出てくるこの二つの線の中でレンジが発生して、そのレンジを突き破ってトレンドの方向に向かっていくか。 つまりは、レンジとトレンドの中間みたいなことがね、これからも行われていくんではないかなと思っているところです。これが来週を見る目ですね。えー、皆さん、本当に一週間お疲れ様でした。これからもよろしくお願いします。